じゃ例えばこの辺が片側、下の部分だけちょっとやられちゃったとします。でこっち側は綺麗に残ってるとします、うん、そしたらこの綺麗な上の部分だけを、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、昨日もたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。あのね、順次発送させていただきますのでお待ちくださいませ。はい、今日、明日は、うん、ハウス販売お休みをさせていただいております。はい、で、月曜日、1時から16時までの間でまたご予約を受けたまっておりますので、はい、ご予約はお電話にてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、また、火曜日以降の、ハウス販売の方は、基本的にいつも平日のハウス販売は13時から14時の間の1時間のみで行わせていただいております。はい、今回ちょっとゴールデンウィークだったので、うん、特別にちょっと3時間の時間を設けて販売をさせていただきましたが、通常は1時から2時の間の1時間限定となります。14時だね、うん、そう、13時から14時、うん、いつもね、ね、限定になります。うん、その理由っていうのが、梱包して発送作業があるとトラックが来てしまって駐車場も開かなくなってしまうので、うん、その時間のみの、空いてる時間のみの販売となってしまいます。はい、申し訳ございませんがご了承ください。はい、で、どの日にちもそれ以降の日にちも必ず電話でご予約をいただいてご来店をお願いいたします。はい、はい、そんなことでございます。はい、はい、んちょっと予告しとくんだけど、うん、来週だよね。来週の日曜日が母の日だよね。うん、母の日だよね。うん、母の日ですね。ですよね。はい、以上。はい、交互期待で。交互期待で、はいはい。はい。予告は一応しておきます。はい。はい、じゃあまあね、ちょっと話が変わっちゃうんですけど、はい、昨日ね、質問を答えさせてもらったと思うんですけど、はい、一応またいくつか、うん、残ってた部分があるので、はい、その辺もちょっと読んでいこうかなと思うんですけれども、はい、どうでしょうか。はい、お願いします。いいですか。じゃあ読んでいきます。はい。まずね、こんにちは。我が家のパパローズさんのことで教えてください。はい、葉の間からニョキニョキ出てきています。このまま夏越しした方がいいですか、それとも葉の裏にある丸い模様は虫食いでしょうか。最近カメムシが増えてきて困っています。よろしくお願いします。カメムシ、うん、追伸、パパさんの体調心配しましたが心配の声を聞けて、配信の声を受けて安心しました。ファミリーの皆さん応援していきます。ありがとうございます。ありがとうございます。読み間違いがやばいよ。なんかね、こんな感じで、うんうんうん、この裏に赤い模様ってこれね、うんうん、なんかそうだね、何かにかじられたか。結構どうなんだろう、カメムシ食べるかっていうのはちょっと俺も確認したことないけど、コアガネムシとかよく食べるよね。そうだね、かじっちゃうよね。うん、ね、でもそんなに心配するような傷跡にはなってないから。もっとかじられるもんね、うん、虫にかじられるとね。ね、本当にネズミにかじられたように、うん、かじられたチーズのようにかじられてしまうので、うん、でこの子株はそのまま成長大きくなるまで放っておいてあげてください。はい、その状態で子株を取ろうと思ってもうまくもちろん取れないし、うん、もう結構ね、梅雨に近づいてくるので、まあ、カットしても遅くはないんだけど、うん、できるだけそのお母さんの養分のうちでどんどん育ってもらって、うん、秋以降にしっかり大きくなってきたり、あと少し大きくなってくると分頭っていうかな、うん、子株と親株がもうくっきり分かれるような状態になるので、うん、その状態になってから子供を外してあげても全然大丈夫です。はい、なので慌てず今の時期はそのまま様子を見てあげてください。はい、はい、あとね、これね、ちょっと鑑定がバラバラになっちゃって、はい、で3枚だけこう残ったんだって。はいはい、でそれが、その後ベニカスプレーして、リビングのテレビの前に置いておいたら、3月8日にして3月20日には少し大きくなって、うん、でこうどんどん大きくなってきたみたいな、こう見える、うんうんうん、葉差しが出たってこと？うん、葉差しというか、あ、そうだね、葉差しだね、葉っぱのね、あ、すごいね、うん、うん、そうそうそう、でこれを、うん、要はこの子をどうしたらいいかと、うん、そのままもう根っことかしっかり出てるんであれば植え付けてあげて大丈夫です。うん、でもうすごい立派な大きさだね。ね、結構な大きさになってるよね。ね、うん、もう普通に管理しちゃって大丈夫です。うん、普通の親株と同じような感じで、うん、でここから梅雨の間すっごい成長してくれるので、そこでしっかり成長してあげてください。はい、で、そうカンテとかフタグロウって、うん、冬の時期になるとキュッと縮こまって外葉を枯れこましてしまう性質なので、この夏までの間にどれだけ成長させるかが本当ポイントになってくるので、ここまでの間にしっかり栄養度の高い土に植えてあげる、それから水切りをさせないように水やりをするっていうのを大事にしてあげてください。はい、はい、
はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあ次ね、こんにちは。以前アドバイスしてもらって、はい、胴切りしたアメリカンブルー、アメリカンブリーじゃないよね、アメリカンブルーアメリカンブルーとその時カンテも胴切りしました、うん、両方頭も根付いて下からたくさん芽吹いています、うん、土が硬くなっているので植え替えたいと思いますが、鉢の大きさは今の大きさで良いでしょうか、写真を見てください。あ、鉢の大きさ、うん、あ、そういうことか、うん、今の大きさでも大丈夫じゃないかな。ただあの上の状態も、うん、もちろん大事なんだけど、うん、中身の根っこの状態もよく確認してあげてください、うん、きっと根詰まりしてるぐらい根がしっかり出ているのだとすれば、うん、ちょっと鉢がそのまま、ね、根を切り戻したりしないのであれば鉢が小さいかなとは思うので、うん、ワンサイズ大きくしてあげるとまた上が一気に大きくなります、うん、もし、ね、大きく成長したいのであれば、うん、でなおかつ根がもうしっかりぐるぐる巻きになってるような、うん、いい根がいっぱい生えてるような状態だったらワンサイズ大きくしちゃっても全然平気です、はい、でサイズアップ徐々にしていってあげると下が詰まって根が詰まって上が成長してでまた上が成長し終わるとまた根がその頃には詰まっています、うん、それをどんどん繰り返していくので程よいワンサイズアップぐらいでどんどん繰り返してあげるといい感じに綺麗に成長してくれます。はい、はいはい、でこの方でね同じ中で、うん、あとこれはどうでしょう、うん、これねアイオニウムね、うん、めちゃくちゃ徒長しています、切った方がいいですか。あ、うん、あのね、うん、でも上はすっごい綺麗なので、うん、このままもう休眠にね夏になると入ってしまうのでこのまま様子見てあげてください、はい、今もう無理に切んなくても全然平気です、うん、で下葉の部分は自動的に枯れ込んでしまうので、うん、夏休眠になるとね、うん、枯れ葉要因になってしまうのでそのまま秋まではそのままにしてあげてください。はい、はい、大丈夫かな。はい、はい、じゃあね、ちょっと急ぎ足になっちゃうんですけど、はい、次いきます、はい、こんにちは、質問させてください、はい、ありがとうございます。ジャッカルなんですが片側だけ枯れ葉になってしまい、チョンパして状態確認した方がいいでしょうか、はい、片側だけね、うん、これあるよね、あるんだよ、そう、分かるよね、これね、分かる、うん、片側だけ枯れ葉になっちゃったとすると、うん、何度か動画でもやったことあるよね、うん、片側だけになっちゃっても、うん、まあ、胴切りしてもいいし、うん、何してもいいんだけど、まあ、でも胴切りしてあげるのが一番綺麗にできるかな、これはね、うん、そうすると下からまた子が芽吹いてきてくれるので、うん、それでいいかなと思います。外1周分ぐらい残して、そうだね、ちょっとこれじゃ例えば悪いな、うん、ちょっと例えばこの辺が片側、うん、下の部分だけちょっとやられちゃったとします。でこっち側は綺麗に残ってるとします、うん、そしたらこの綺麗な上の部分だけを離してあげて別の鉢に、ね、うん、切って植えてあげてください、はい、そしたら下の部分ちょっと葉が残ってる部分もあるので、うん、しっかりね子供もしっかり出てきますのでそのまま様子見てあげてください、はい、大丈夫です。上こんなに綺麗だからね、はい、問題ないです、うん、全然ね綺麗だよね、うん、はい、はい、じゃあ次ね大丈夫、はい、おはようございます、はい、いつもありがとうございま す, ありがとうございます。お忙しいと思いますが質問させてください、はい、マグニですが周りが元気なく中には緑が見えていますので脱皮かなと思うのですがお水やりは普通にしたらいいですか、種が取れると聞きましたがどのように取れますか、またその処理の仕方も教えていただくと嬉しいです、注意点ありましたらお願いします、うん、でね次のは、はい、持ってくる、次のはまだいいのですが2枚目のはシワシワ、うん、先日お水をあげています、この写真で、うん、そうだね、うん、でこれがあともう一個こっちか、あ、下のがシワシワってこと、うん、なんか別に普通に感じるけどそんなに気にならないかなと思うんだけど、うんうん、全然普通だよね、で、うん、でまずじゃあマウガニのシワが多い時っていうのは、うん、脱皮をする直前になるとこう今もう脱皮で中から出てきてるんだけど、うん、この状態になるとシワが増えます、うんうん、あれなんかすごいいい例だよね、これちょっといい例があるから見せます、うん、これね死んじゃったんかと思って一瞬びっくりしたんだけど、うん、こんなシワになっちゃって、うん、うわやばと思ってチュッてこうやって見たらやっぱ中にいるんだよ、うん、でこの中の子供がしっかり育ちきっちゃうとこれが枯れて落ちてくるんだけどそれまでの間はこれ
本当死んじゃったんかと思うぐらい心配なぐらいこうやってシワシワになってしまいます、うん、水やりしても中の子供がしっかり成長するだけでこの外葉はシワになって枯れ落ちてしまうだけです。その状態だと思います、うんうん、なので中の子供がもうこのシワにも負けないぐらい成長してくると、うん、このシワの皮も気にならなくなります。はい、で今マーガニとかそうだね注文していただくとこんな感じで身割れして中からむきゅって出てきたいっていう感じになってると思うんですが、うん、破れてしまってるわけでも何でもないので心配しないでください、はい、で種がつくとこんな感じで花の下のこの種が入ってるね袋の部分が膨らんでくるんだけど、うん、もう少しするとしっかりね取れるような状態になります、うん、まだちょっとカラカラになるまでね、うん、まだね取れるような状態じゃないので、うん、種が取れるような状態もう軽く触ってねポロンってこう取れるような種になっていたら取ってあげてください、うん、そして取ってから水にさらすんだよね、うん、でもこれこの質問なんかはさ、うん、お尻の切っちゃっても取れるんじゃないかな。そんなに硬くない、うん、ちょっと取れなそう、ね、リトープスなんかはさお水にやるとパカッて全部開くから、うんね、そうだよね水やりすることにさ開いちゃって種がまかれちゃうんだよねそう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 くっついてるとね、うん、なのでそんな状態になったら取って巻いてあげるといいです。ただ秋巻きの方がいいんだよね、うん、そう本当は巻くのはこれから巻くと一番弱い時期に夏を越さなくちゃになっちゃうんで、うん、ねまだ小さな苗が暑い夏を越さなくちゃいけないっていうのは結構大変なので、うん、しっかり成長するような時期に種を巻いてあげて冬型だからね、うん、成長させてあげて次の夏を迎えた方がいいと思います。夏までにはある程度ねしっかりした体に作り上げておくと、ね、残る数が増えるというかね気持ちいいちょっと気になっちゃうけどさこれさ、うん、剥くと傷つけちゃいそうで怖いからまだちょっとあんまいじりたくないけどもう少しで剥けそうなんだよね、うん、でもまだダメだな。あほらほらほらいくよパカッとうわー痛そう痛そうだけど気になるけどもう少しだね、うん、ね最初これ傷つけちゃったんかと思ってすごいショックで、うん、でもそうじゃなかった。でこのね脱皮する時の外側の葉っぱってすっごい気持ちいいです毎回毎回皆さんに言ってますが、うん、もうマーガニねご購入された方はきっと頬ずりをしたくなるぐらい気持ちいいの分かっていると思います、うん、本当にそれぐらい、うん、これくらいしてもらうとねそれ楽しみ方間違えてるよ違うの赤ちゃんのほっぺたのように赤ちゃんのお尻みたいに本当にツルツルでプニプニ、うんね、確かに気持ちいいのは気持ち分かるすっごい気持ちいいので、うん、あのまだねご購入まだの方リトープスにはない本当気持ちよさです、うん、楽しみ方確かに間違ってるそうそう本当に肌触りがすっごいいい植物です、うん、でも本当に、ね、1個でも持ってると分かると思うよねこの魅力がそうすごいもうずっとね指で撫で回したくなるぐらい気持ちいいです。なんかこういうおもちゃありそうだもんねスクイーズだっけ。そうそう脱皮する前が一番気持ちいいんで今が一番気持ちいいんだよね、うん、ちょっとまだ触ったことない方はちょっと触ってみてください。気持ちいいので一応、はいはい、ね今用意してた質問これだけなんですけど、うんはい、結構ね冬からたびたび質問いただいてて、うん、リトープスとかこの質問の種の取り方であるんで、うん、ちょっとなかなかタイミングがねちょうどいい種がなくてでもリトープスなんかもうそろそろ取れる種がありそうな気がするんで、また近々やってみましょうかね。マーガニーとかもう少しなんだよね、うん、もうほら、ね、かるこの種の房がこれなんだけど、うん、下の方がまだ生っぽいっていうかね、うん、確かにシワがすごいよね、うん、ほら感じる層に、うん、同じようにこれ水やりしてたけど水がやれてなかったんかな。こっちこんなに濡れてるのに乾いてるもんね、うん、リトープスちょっと待って、うん、いるリトープスちょうどいい子がいないな。種がうちのマーガニーのがまだなんか種が分かりやすくてリトープスが出てこないな、ね、マーガニーはこれラツムだ、うん、ね、ね、まだ下の方がこう可愛い気持ちやばこれちょっと動画を見てる皆さんに触ってもらう、うん、ちょっと上触ってみてちょっとすっごい気持ちいいでしょ。何の動画だよこれやばい赤ちゃんすごい気持ちいい。あのね、うん、分かった、まあ、赤ちゃんのほっぺとかお尻もそうなんだけど、うん、子犬とか子猫の肉球、うん、子猫の肉球は結構ガサガサして、ね、いやいや、まあ、子猫か猫赤ちゃん猫、うんうん、のりちゃんが赤ちゃんの時の肉球の感じにすごい似てる、うん、あ気持ちやばい。でもこれが脱皮してほら分かるちょっと 新しい葉っぱが中にいるでしょ。しんめちゃんが、うんうん、これが出てくるとこの中は全然触り心地がほらもう違う、うん、こっちほらこれが中なんだけど、うん、ツルツルもう本当になんかシリコンでコーティングされたような若い子のピチピチの肌がキュッキュッしちゃってるすごい、はい、気持ちいい。
やば、皆さんぜひ触ってあげてください。ママが気持ちいい気持ち言ってるだけの動画になっちゃうよ。だって可愛いよ、すごい、こんなに。すごいね、うん、そうだ ねちょっと明日の、あさって、まあ、近々動画でリトープスの種ができてそうなものを探してみます。はい、ね、やってみましょう、ね、今回エケベリアの後輩のあれもね、ちょっとやってなかったね。後輩ね、こちょこちょね、うん、皆さんの方も、もう咲いてる、あ、まだ咲いてるかな、うん、今年は自分のはすっごい花が遅くて、うん、今頃いい具合に満開になってきたりしててね、うん、全然ね、去年のリズムと全然変わっちゃってて、うん、なんだろう、冬が暖かかったからか、うん、それとも早いうちに巻き上げを上げて涼しくしてしまったからなのか、花芽の出方が遅かった、うん、やっぱりこう寒くなって花芽がね、あ、それで寒くなって暖かくなったところで花芽って出るでしょ、うん、だからそのタイミングが分かんなくなっちゃったのか。でも今年この辺でも変な時期にいつも冬に咲く桜があって、その冬に咲くシリーズの桜が春にまた咲くんだけど、その途中でもう一回咲いてる時期があった、うん、だから何かちょっと気候がおかしくて変になったのかなってちょっと思った、うん、ね。まだでもね、紅葉も全部冷め切ってなくて、うん、ちょっとまだ綺麗な状態で、昨日の夜とかもすっごい寒かったから、うん、一昨日のね、夜朝も寒かったよね、うん、すごくいい状態で過ごせています、はい、ね、そんな感じで、はい、予告していた母の日のセットは、うん、もう間もなく解禁になりますので、はい、ちょっとここだけの話だからねお見逃しなくお見逃しなく、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回やばいぐらい豪華なセットなので、おうおう、ただね、結構大きいものが多いので、うん、でも喜んでもらえると思うんだよねこれを自分で、うん、母の日のセットとしてね、苗を準備してる時にいろいろ苗をこう見極めて選んでね、うん、このセットにしたらいいだろうなみたいな、うん、一人でにやけながら選んでるんだけど、やっぱり現物見てこれにしてよかったと思いました、うん、それぐらい高価です、うん、はい、はい、見逃しなく、はい、よろしくお願いします。セット数は限定になりますので、はい、苗は到着しているので、うん、キャップに入れるなり梱包の、ね、できる段階まで直前までを作り上げて発送となりますので、はい、ね、だから発送が一応予定では母の日の1日後の月曜日ぐらいから発送になってしまいます。近日の動画ご確認よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、じゃあ今日もこんなところで終わりでいいかな、はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。